それで何の用？それはどうしてこうなったんだ。こうなったのも少し前のことに遡る。ねえねえ、うすいくん、次の体育勝負しないかい？勝負？なーに、ちょっとしたお遊びだよ。負けた方が罰ゲームってだけさ。俺の名前はうすい響、陰気な高校2年生だ。そんな俺は同じクラスのナルオにそんな話を持ちかけられた。ナルオはクラスでも人気があるが、裏ではこうやって俺をからかってくる。体育苦手なんだよな。俺に罰ゲームさせるために言ってるだろ。ちょっと遠慮しておこうかな。いやいや、君に拒否権はないから。ということで決定。楽しみだな。結果は案の定、俺は勝負に負け、罰ゲームを受けることになった。そして、その、一回でいいので、キスしてください。はあ。視線が怖い。その罰ゲームというのが、学園のマドンナと呼ばれている、清水かなでさんにキスをお願いすることだ。清水さんはその美貌から人気だが、笑顔を見た者はおらず、氷の女王とも呼ばれている。例えば、かなで様、俺とデートに行きましょう。遠慮する。清水さん、放課後みんなでカラオケ行かない？用事あるから。このように男子生徒はもちろん、女子生徒が誘っても応じない難攻不落の女なのだ。そして俺も清水さんに思いを寄せている一人でもあった。ナルオは俺が振られるのをからかいたいだけだろうな。こんなことしたくないけど、逆らったらどうなるかわからないし。でもすごく申し訳ない。どうせ振られるなら、清水さん、ごめんなさい。これは罰ゲームなんです。どういうこと？実は俺は清水さんに本当のことを話した。そして、だから思いっきり振ってください。清水さん、話は分かった。それならうちに来て。なんで？いいから、キスしたいんでしょ？それはさっき言ったように罰ゲームで。じゃあしたくないの？したいです。あ、つい本音が。ほら、やっぱり。じゃあ行こう。はい。こうして俺たちは奏さんの家に行くことになった。ここが奏さんの部屋か。うすいくん。あ、はい。これはキスされるやつだ。あれ、清水さん、何を知ってるんですか？私、ずっと我慢してたの。我慢？何を？もう我慢できない。この手をずっと触りたかった。え？今までずっと薄いくん、響くんの手を見てた。でも、恥ずかしくて話しかけられなかったの。この手最高。ゴツゴツしてなくてスラッとしてて、惚れ惚れしちゃう。まさか、清水さんって手フェチなのか？清水さんは俺の手を一心不乱に触っている。指が綺麗というのは、小学生の頃にピアノをしていたため、そのおかげかもしれない。ねえ、響くん、これからも触らせてほしい。それは構わないけど。むしろずっと手をつないでいたいくらい。そうなんだ。そこで提案があるんだけど、私たち付き合わない？付き合うってなんで？だって付き合ってたら手を握っても不思議じゃないでしょ。合法的に手をつなげるじゃない。合法的ってそうかもしれないけど、そんな。正直ちょっと自分の手に嫉妬してる。それに悪意くんにもからかわれなくて済むと思うし。それは確かにそうかもだけど。ダメかな？ダメじゃないです。やった。じゃあちゃんと約束守るね。これからよろしくね。よろしくお願いします。こうして俺たちは付き合い始めた。とは言っても、かなでさんが俺の手を楽しむためで、本当の恋人とは言えるのかはわからないけど。
そしてデートに行くことになったのだが、かなでさん、静かに、映画中だよ、集中できないから。集中してるのって俺の手じゃないか。その笑顔は卑怯だよ。映画面白かったね。ああ、ずっと手が気になってそれどころじゃなかったけど。それで、そう。あ、食べさせてあげる。ほら、どう？美味しい？ああ。それじゃあ、私にも食べさせて。まさか。響くんの手。俺の手が目的か！ねえ、響くん。この後って予定ある？特に考えてなかったけど、どこか行きたいところあるの？響くんの家に行きたいな。一応付き合ってるわけだけど、そんなまさか。ダメかな。大丈夫！まさか、俺の部屋に女の子を入れる日が来るなんて。数時間後、奏さん。どうしたの？一緒にゲームしないの？うん、見てるだけでも楽しいし。見てるだけって？奏さんが見てるのって俺の手じゃ。お構いなく。でも、お構いなく。まあ、奏さんだし、こうなるか。この状況に慣れつつある自分が怖い。その後も俺たちはデート、呼べるのかわからないが、このように何度も一緒に出かけていた。主に奏さんが俺の手を楽しむ時間だが、そうやって一緒に過ごしていると。ねえ、あの噂聞いた？清水さんが臼井くんと付き合ってる話？そうそう。ちくしょう、あの奏様が臼井と、俺たちの女神様が。人気のある奏さんに彼氏ができたという話は、当然のように噂になっていた。そんな時だった。ねえ、君たち。なるほど。付き合ってるって噂になってるけど、まさか本当じゃないよね。本当だけど、何か？なんで奏さんみたいに選びたい放題の人が、よりにもよって臼井なんだい？私の勝手でしょ。実はね、僕は君のこと好きだったんだよ。こいつなんかより僕にしとかない？臼井はひどいやつなんだ。僕が奏さんのことを好きだって知っていて告白したんだよ。そんなこと。余計なことすんなよ。せっかく君に迫られて傷ついた奏さんに告白しようと思っていたのに。そういうことだったのか。僕は君を大切にする。だから僕と付き合ってくれ。ごめんなさい、響くんと付き合ってるのでできません。なんで君と釣り合う男は僕くらいしか。そもそも私はあなたに興味ないから。それに私たちもキスも済ませてるし。なんだと？キスって手にされただけだけど。僕も僕の奏さんを。奏さんは僕と付き合うべきなんだ。いい加減にしろ。なんだよ、僕に歯向かうのか。今までは俺が何かされるだけだったから我慢はできたけど、奏さんを傷つけるのは許さない。ナルオが奏さんの気持ちを勝手に決めるんじゃない。奏さんがナルオのことを好きだって言うなら辛いけど応援するしかない。でも奏さんが嫌がってるんだ。奏さんは渡さない。響くん。ねえ、ナルオくんってあんなだったの？好きなのはいいけど、彼氏から略奪するのはちょっと。かっこいいと思ってたのに幻滅。むしろ臼井くんの方がかっこいいかも。待ってくれみんな。僕の方が。おい悪意。何騒いでんだ。ま、大体の話はもう聞いてるが。これは、その…ちょっと職員室に来い。はい。そしてこの日は一日、俺たちは質問攻めに会っていた。清水さん、臼井くんのどこが好きなの？気になる。あ、どっちから告白したの？いいな、臼井。奏様と付き合えるなんて。あはは。よくあの奏様を射止めたな。尊敬するぜ。ありがとう。
こうして俺たちは二人で話をする時間はなかった。そして解放されたのは放課後になってからのことだ。遅くなったけど、私のために言い返してくれてありがとう。かっこよかった。いや、俺なんかありきたりなことしか言えないから。それでも私は嬉しかった。それに、お、やっぱり響くんは変わってない。安心した。え、覚えてないよね。私ね、中学生の頃までピアノをしてたんだ。それって、うん、私たち小さい頃に会ったことがあるんだ。小中学校は違った俺たちだが、同じコンクールに出たことがあったらしい。そして俺たちが小学校2年生の時のあるコンクールでの話だった。君どうかしたの？今から演奏だけど、緊張しちゃって。そうなの？僕はさっき出番だったけど楽しかったよ。でも私って上手くないから、本番でちゃんとできるか不安なの。そっか、じゃあこれでどうかな。ピアノって手が冷えると弾けないし。あったかい。僕もそんなに上手くないけど、ピアノ弾くのが楽しいんだよ。でもね、僕は上手く弾けなくてもいいと思うんだ。どうして？音を楽しむのが音楽なんだから。君が楽しくなかったら意味ないよ。君は君らしく弾けばいいんだよ。上手くなりたいし、失敗もしたくない。だから練習するんだ。それで本番は思いっきり楽しむんだよ。いやいややっても楽しくないでしょ。その時、響くんが声をかけてくれたから楽しんでピアノが弾けたんだ。そうだったんだ。今でも緊張しやすいから、周りとはうまく話せないけどね。その時から響くんのことはたまにコンクールで見かけたけど、恥ずかしくって話せなかった。でも、ずっと響くんのことが好きだった。だから、響くんがピアノをやめてから会えなくなって寂しかった。でも、優しい響くんが変わってなくて安心した。かなでさん。高校でまた会えたけど、やっぱり恥ずかしくて今まで話せなかったし、好きって言えなかった。それじゃあ、もしかして手が好きって言ってたのも、照れ隠しなの？ううん。それは本当だよ。え？だってあの時、手を握ってくれて、響くんの綺麗な手に安心したの。それで手が好きになった。だから、本当は手だけが好きなんじゃなくて、響くんと響くんの手が好きなんだ。響くんは、私のこと、どう思ってるの？俺も、奏さんのことが好きだ。ずっと俺の手だけが好きなんだって思ってたけど、奏さんと一緒にいる時間は楽しかった。それに、俺は奏さんの笑顔が好きだ。私、そんなに笑ってたかな？可愛かったよ。恥ずかしくてあんまり表情に出さないようにしてたのに。奏さんは可愛いよ。笑顔も素敵だ。だから、好きです。俺と付き合ってください。よろしくお願いします。それから、清水さん、おはよう。おはよう。かなで様、今日もお綺麗です。ありがとう。かなで、おはよう。ひびきくん、あ、これ美味しそうなお菓子買ってきたんだ。よかったら食べない？食べる。他の人には相変わらずなかなでだけど、俺の前では笑顔を見せてくれていた。そして、なるおはというと、騒ぎを起こして先生にこっぴどく叱られたことが広まり、今ではすっかりおとなしくなっていた。ねえ、響くん。あ、うん。直接はまだ恥ずかしいから、今はまだ、ね。うん。かなでが可愛すぎる。響くん、好きだよ。俺も、かなでが好きだよ。これからも自分の手で奏を守っていきたい。この笑顔が何よりも大切なのだから。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。